神谷学は日本の政治家。愛知県安城市長。本名では神谷学と読む。愛知県は安城市東端町生まれ。1977年、愛知県立安城高等学校普通科卒業。1981年、東京農業大学農学部卒業。長野県の八ヶ岳中央農業実践大学校で1年間研修し、職員として勤務。 学寮の責任者を任されていた時、卒業間近の生徒が自殺。生徒を救えなかったことに苦しみ、同校を3年で退職した。教理へ戻り、高校2年生の時に知り合った同級生と結婚。家業のハウス園芸を手掛けた。1987年、地元の安城市議会議員が休止したことにより、市議選に立候補し、初当選。1999年、 4期目の当選を果たす。2002年5月、安城市議会議長に就任。同年11月8日、翌年の安城市長選挙に立候補する意向を表明し、議長の辞任願いを副議長に提出した。2003年2月2日執行の安城市長選挙に、自民党安城、現職の杉浦正幸を破り初当選した。3期目の時に、全国市長会副会長。 愛知県市長会会長を務めた。2003年2月2日投開票。現職の杉浦正幸を破り初当選。当日有権者数123,633人。最終投票率 57.02%2007 年1月28日。告示2月4日執行。無投票により再選。2011年2月6日投開票。 連合愛知の推薦と自民党市議の支援を受けて立候補。元市議の長田厚氏を破り参戦。当日有権者数13万5458。同年12月22日、他選と無投票を疑問視する市議有志の声を受けて、近藤正俊元市議長が出馬の意向を明らかにする。近藤陣営では、大見正衆議院議員が選対本部長となって、 全面支援したが、市議会の保守系議員、約20人は、神谷と近藤にほぼ半分に分裂した。2015年2月1日に行われた、市長選で連合愛知の推薦を受けた神谷が、近藤を下し、4選。当日有権者数、139,467人、最終投票率 50.、50.81%2018 年夏、神谷は、 新聞の取材に対し、4期で知りく意向を一旦示す。市議会最大会派の安城創生会に、後継者の人選を託すも、結局擁立できないまま冬を迎え、12月4日、市議会の一般質問で自身が5000出馬することを正式表明した。2019年1月9日、連合愛知は、神谷の推薦を決定した。市長選と同日に行われる。 知事選に参戦を目指して、立候補した大村秀明が政官を決め込む中、多選反対を掲げた元衆議院議員の大見ただし、日本維新の会、減税日本の推薦を受けた元市議の長田敦氏を破り、合戦を果たした。当日有権者数、14万7130人、最終投票率 53.、53.26%名鉄。 新安城駅、新安城駅の旧地下通路と改札。2020年12月19日に、京城駅舎の改札が運用開始した。新安城駅の京城駅整備事業2008年6月、名鉄西予線の桜井駅が高架線に切り替えられ、南桜井駅が開業。これに伴い新安城駅において、名鉄西予線からの乗り換え客の増加が予測されるため、 名鉄は神谷に対し事業費を負担し合って新安城駅の建て替えを行いたい旨の申し出をした。しかし、同年9月に発生したリーマンショックを境に名鉄側は全額し負担でなければ整備をしないとの考えに変わる。2015年の市長選で神谷は名鉄新安城駅の協定駅化を公約に掲げ4選を果たした。2017年6月5日、 市議改定例会の一般質問で、駅舎の強情化や、南北の自由通路の設置など総事業費、約32億円のうち、約30億3、0円を市が負担することで名鉄と合意したと発表した。財政状況が比較的良好である、この時期に多額の費用を負担してでも、駅の改修をしていくことが必要であると判断したと、市議に説明。 2018年6月の市議会定例会に、総事業費31億7、200万円のうち30億6、600万円を市が負担する、工事協定締結議案を提出し、賛成23、反対4で可決された。2019年2月の市長選に出、新型コロナウイルス感染症拡大に対する施策2020年3月24日、 新型コロナウイルス感染症の影響に対する支援策として、児童扶養手当の受給世帯を対象に、1世帯当たり3万円を支給すると発表した。感染拡大を受けての現金給付は、県内初となる。同年8月1日、新型コロナウイルス対策の一環として、新製品開発やビジネスモデルの転換を目指す中小事業者を支援する。 頑張る中小企業応援事業補助金の申請受付を開始した。対象経費は試作品開発の原材料費と副資材費、機械や装置のリース料、外注加工費、システム導入費など、対象経費の3分の2を補助する。予算額は20社分相当の1、例円。ありがとうございます。